皆さんおはようございます。よっちラジオシャープ28。いやー、久々に電車にね乗りましてね、今はね時間差出勤、として、まあ人がね少ない時にね乗ってるんですけれどもね、やっぱそれでもね、ポツポツと人がいるんでね、ちょっとまだ怖いですね。はい。でもまあ窓もね開いてて換気されてて、まあ人の間隔も空いててっていうことで、まあ少しはね安心する部分ありますけれどもね、まあでも絶対こう満員電車は避けたいというところで、皆さんもね電車通勤、通学になってきてると思いますが、気をつけてください。はい。ということでよっちラジオやっていきたいと思います。シャープ28です。もう早い。はい。というところでゆるトーク、まあ、今週振り返って大きなことといえばやっぱりメンバーと実際に会って撮影したことですね。はい。サムネイルにもなってると思いますけれども、やっぱこうリモート期間中って画面越しで喋ったんでね、実際にこう会話を交わすってすごくなんかスムーズで、なんか情報をこうすぐ受け取れるなっていう感じしますね。だからこうなんか表情も分かりやすくなっててとかで、すごい情報が一瞬で入ってくるっていう感覚が、そういう実感がありますね。こうメンバーにさ久しぶりに会ってさ、まあ、リョウケンとグッピーはねちょくちょくこうスタジオに来てて、こう違うフロアでリモート撮影みたいなことはしてたんですけれどもね、こうドミちゃんリッちゃんに関してはなんだろう、本当に約2ヶ月ぐらい会ってなかったんで、なんていうかこうドミちゃんを2ヶ月ぶりに見た時に、うわちっちゃいみたいな、なんかこう初対面の時と同じぐらいの感覚でしたね。わあドミちゃんだ、わあちっちゃいみたいな、そんな感じでなんか感動しましたね。あとりっちゃんはなんかイメチェンして金髪になってて、なんかすごい若返ったなっていう感じ思いましたね。なんかこう髪もサラサラになってて、髪がこうおしゃれになってて、まあ、なんか表情もなんか自然とこう明るくなってて、なんだろう、ちょっと若返ったように感じましたね。はい。自粛前ちょっと疲れて疲れ顔だったんでね、自粛前は、まあ自粛でねゆっくり家で過ごせたから、なんかちょっと若返ったのかな、休憩できたのかな、っていう感じがしますけれども、まあなんかねやっぱこう思うと、なんか人って会わなくなったらいろんなことをこう感じるんだなと思いましたね。こうやっぱ毎日毎日こう撮影してて顔合わせてっていうと、やっぱこう当たり前の日々が当たり前になって、こう感じることもその人の変化も気づかなくなるんじゃないかなと思ってて、やっぱこう2ヶ月ぐらいで久しぶりに会うと、その人間の変化っていうのはすごい、分かりますね。なんかさ親がさ、なんか親戚とかと会うとさ、あー身長伸びたねとか言われません？あれって結構全然会ってないし、だからだと思うんですけども、まあ親は全然言わないですよね。あれ昨日より身長伸びたねとか、5日前より身長伸びたねとか言わないじゃんね。だ大抵親戚とか あんまり会わない人にこう変化に気づいてもらえるっていうのはねありますけれども、はい、そんな感じでちょっと本当に久しぶりに親戚に会った感じがしましたね。はい。まあ今はねこう撮影するにあたってですね、こうソーシャルディスタンスを守るということでね、こう間隔を空けてしっかり撮影してますけれどもね、なんか生でね、撮影するってやっぱこう違いますね。やっぱリモートだとねこう少しラグがあったりとか、やっぱそれって個人のネットの環境とかで、まあなんか誰かがさこう撮影中にこうなんか止まったり、変な顔で止まったりとかさ、会話がこうなんか中断、することもありましたけれどもね、まあなんかそれがねこう生だったらねこうなくなって、なんかあの例えるとなんか 5G
5G って感じですね。感覚的にこうストレスなく会話できるというか、なんか 3G から 5G になったっていう感じがしますね。なんかね、こう一番感動したのはね、自己紹介でこうスムーズに自己紹介ができるというところにこう感動しましたね。やっぱりリモートってこうあっちそっちそっちですって言って3秒後ぐらいにりっちゃんですみたいになるんですけどもね、こう実際にこう同じ場所で撮影すると本当にこうスムーズにこう自己紹介が決まって、タイトルコール決まって自己紹介決まって、はい企画みたいな、こうそういう流れが気持ちよく、できるというかね、はい、そこがまあ感動しましたね。自己紹介ってこうリモートだと被る場合もあるんですよね。あれ今被った？ん？え？もう一回言ってくる？え？大丈夫？大丈夫？いけるか？いけるか？ってこう全然いけてないんですけど、まあそういうところもあって、まあでもそれがね、あのリモートの面白いところでもあるんですよね。やっぱね、こうみんなで集まって撮影久しぶりにやりましたけれども、やっぱ感動したし、一緒に撮影するっていいねみたいななったんですけどね、なんかこれがまた当たり前の日常に戻っていくんだろうなと思ってますね。やっぱって考えたら、こう人間ってやっぱこう起きないとわからない人間なんだなと思いますし、まあ自粛がなかったらもちろんね、こんな感覚を味わえなかったと思うし、なんか一緒な場所で笑い合うって相当ストレス発散にもなるし、まあ元気が出るんですよねっていうところで、一緒に撮影するっていいね、これを忘れたくないね、この気持ちを忘れたくないねっていうところですね。で、話がね大きく変わりますけれどもね、まあ実際に会ってね、やっぱり言われましたね、太ったねと。はい、いやもう自分でも分かってます。はい、相当こうわがままボディになってきてるなと。もうおじいさんのね、体になってきてますね。なんていうか、自分の父親の体の、ま、なんていうか体型に似てきたなって思って、父親の体を見てるときって本当になんで腹が出るんだろうみたいな思ってたんですよ。僕その時高校でこう鍛えてたからさ、もちろんこう腹筋も割れてたわけ。だからこうお腹が出るっていう概念が全くないわけ。だからなんかなんで父親ってこんな腹出てんだろう、なんでだみたいなこと思ってましたけどね、そうなってきましたあ、父親体型になってきたね。まあ確かにね、この自粛中はね、かなり怠けていましたね。常にこう何かを食べてたりとかさ、何か飲んでたりとかさ、なんか出かける楽しみがなくなってさ、こう食べる楽しさをこう学んでしまってさ、まあ食べちゃうよねっていうね、もう太っちゃうよねっていう、なんかいつかまたなんか本気出してさ、こうダイエットできる日が来るんじゃないかなって思いながら、まあ本当にね、ダイエットとかって本当にこうやる気の問題なんですよね。なんかね、人にさ、太ったから痩せなよってこう言われるだけだったらこうやる気が出ないんですよね。まあなんか人から言われたからやるって感じがさ、こう負けた気がするんですよ、僕はですけど。それにそう、なんか人から言われてやり始めてもさ、こう続かないような気もするし、そもそもなんかこう僕が太ってるから誰かに迷惑かけるとかじゃないしさ、っていうのをいろいろ考えちゃうわけね。でも僕はね、こう本気出してダイエットに取り組んだことがありまして、それってこうボンボンティミの曲でもあるさ、こうワンマイドリーマーっていう曲があるんですけれどもね、その MV 撮影があるって言われて、でそこでやっぱ目標ができたわけなんですよね。やっぱこう MV 撮影ってさ、こう MV 映像っていうのはやっぱ綺麗だから、綺麗だし、もうダンスもあるし、こうずっと残るものなんで、やっぱこう普段の日常撮影とか全然違うものなんですよね。でその映像でこう顎が20顎でダンス踊るのも嫌だなと思いまして、やっぱ衣装もあるからね、こう体型を維持していかないと着れない場合もあるしね、なんかお腹出てるのもさ嫌じゃん。なんでこう目標ができたんで、僕はその目標に向かってひたすらこうダイエットを始めたわけなんですよ。はい、いや僕ね、もうハマったらもうとことんハマるタイプで、なんかハマっちゃったんですよ、こう筋トレと食事を。もう筋トレは毎日こう腹筋、腕立て、あとなんだっけ、あれなんだっけ、あとスクワットだったかな、それを各200回ずつ毎日やってたんですよ。
しかもあのサウナスーツ着て、それを毎日やってて、で食事も朝はバターコーヒーだ、そうバターコーヒーだけみたいな。でお昼はなんかなんだろうな、こうカロリーメイト的なそのだ栄養バーみたいなさ、栄養バーみたいなやつを、で夜はひたすら肉か魚みたいな感じで本当に徹底してましたね。で毎日体重も測ってましたし、食べたものを写真撮ってこうカロリーを計算したりとか、もうとにかくダイエットにハマってたわけ、うん、で僕ってこう鍛えたらすぐ筋肉がつくタイプなんですけれども、もうすっごくもう筋肉ついたわけ。あのプロテインも飲んでましたから。でもねその毎日こうそれを繰り返してて、衣装着ましょうみたいなことがあったわけですよ。もうそしたらねこう衣装着てるとね、こうなんか、まあ、腕がさこうパンパンになりすぎて足みたいになって、なんかジャケットがなんかピッチピチになってしまいまして、でそれ見た衣装の人もさ、最初に会った時のさ体型と僕全然違うから、もう笑っちゃってて、あれみたいな、え縮んだみたいな、いやでも洗ってないですよみたいな感じになってて、いやごめんなさい僕がちょっと大きくなりましたねみたいな。でなんならさこうダンス教えてくれる先生もいたんですけれどもね、こう腕を振り上げる、可愛くこう腕を振り上げる振り付けがあって、なんかさ一人だけめっちゃ腕太くてさ、なんか一人だけ腕パンパンなやついるんだけどみたいな感じで、もう先生も笑っちゃってて、そうでそれで先生からね、なんかあのちょっと太すぎるから腕鍛えるのちょっとやめてくださいとか言って言われて、あのそっからもうねあの筋トレやめましたよ。でも筋トレやめて思ったのが、筋肉って鍛えないとすぐ細くなるんですよ。うん、僕もあんな太かった腕がこう1週間ぐらい鍛えなかっただけで、めっちゃこうなんか鍛える前ぐらいに戻ったというか、で筋肉量落ちたもんだからもう、こう次脂肪ついちゃって今の体になったと、っていう感じで、いつよっちゃねダイエットするんでしょうかっていう話ですけれどもね、やっぱ僕もね何か目標がないとねダイエット、できないかなっていうところで、はいはい、なんかあったら、はい、鍛えます。はい、というわけで、ですね。まあ、ゆるトークはこんな感じにしといてですね。そろそろ YouTube のコメント読んでいきましょう。まずはね、軽いコメントを読んでいきたいと思います。はい。じゃあ、よろしくお願いします。あ、よっち最近イケメンって来てます。いいねが20ついてます。ありがとうございます。でもなんか最近、インスタとかツイッターでもなんか最近よっち好きなんだけどとか、ハマってますとか、最近うち可愛いんだけどとか、よく言われて、結構嬉しいです。はい、なんだろう、そんな僕変わりましたかね。うん、なんか髪型が変わったからかな、なんかね。でも最近さ、あの動画でさ、やっぱこう言うときますけど、僕パーマかけてないです。パーマかけてなくて、元からテンパなんで、水で濡らしてちょっとパーマっぽくしてるだけなんですよ。だからそのなんだろう、動画のコメントがもうなんかもうテンパがすごすぎて、ムロツヨシさんみたいなことめちゃめちゃ書いてくれるんですよ。あ、僕全然ムロツヨシさん大好きなんで嬉しいんですけれども、ムロツヨシさんでも出てきたんかぐらいのコメント量があるんですよね、今の動画のコメント。うん、なんかその動画の内容というよりはなんかムロツヨシがいるみたいな、そういうコメントで、埋まってるんですよね今動画が。はい、いや全然僕は本当に嬉しいんですけれども、はい、僕はもうパーマではなく、テンパーです。はい、またボンボンが本気で取り組んだドラマみたいですだよね。いや僕もね本気で演技もう一回したいですね。ドラマ作りたいな。リモートボンボン学園やってほしいな。なんか大人数はまだダメだっていうことであればまだできないし、まあでもできなかったらちゃんと多分リモート学園やると思います。はい、朝に出してくれるとか神やわ。やっぱ朝って意外とみんな見ますね。僕は本当に
ボンボンの視聴者は全然あさって絶対見ないなと思ってたんですけど、これ毎週土曜日の8時に、アップしてるんですけれどもね、意外と結構な人が見てくださってるということで僕もびっくりしてます。これ毎日出さないとなってますよ僕も、はい、これ続けますんで、はい、お母さんと仲いいんですね。お兄さんはヨッチに似てますか。おー、あのお兄ちゃんね、今は多分全然顔が違うんだろうけど、小学校の頃どっちがどっちか分かんないって言われてました、うん、似すぎて。確かに似てた、うん、でなんかでも大人になったらなんかこう変わってきましたね。どんどんこう僕はもう丸顔になってきたし、兄貴は兄貴でこう細くなってきたしちゃんと食べてるぐらいの心配になるような、細さになってきて、マッチ棒みたいになって今、うん、っていう感じで、ちっちゃい頃はよく似てるって言われましたね。はい、お、初めてラジオを見ました。ありがとうございます。この前寸劇をたくさん見たんですが、笑いすぎて元気になりました。本当に寸劇面白くて好きなので楽しみにしてます。ありがとう。新規さんもどんどんいらっしゃいって感じですね、僕はね。うん。まあ、このラジオから、どん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 ね、ボンボンのね、寸劇やら、何でもいいですけれども、見ていただいて好きになっていただければ僕は本当に嬉しいです。はい。まあ、その中でもね、寸劇っていうのは僕たちもね、大好きで、力を入れてるところではあるんでね、どん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 見てみてください。本当に、寸劇何本あるんだろうな。このボンボン TV の、チャンネル内で。本当に僕らも数えきれないし、あれこんなんやったっけっていうのも多分あるんですよ。うん、っていうのでね、僕らもね、数えきれないぐらいあるんでね、皆さんもね、ぜひぜひ、見尽くしてみてください。見尽くせるかわかんないけどね。はい。それぐらいいっぱいあるんで、よろしくお願いします。レーシック治療したら視力回復してかなり生活が充実してます。これ世界変わるよね、レーシック治療っていうのはね。僕もねちょっと考えたんですよ。こう最近視力も悪くて、でメガネもね、なんか伊達メガネにできるぐらい、ね、視力良くしたいなと思ってて、でレーシックとか調べてたんですよね。でもちょっとやっぱ怖いっていうところは僕もあるし、なんかそのサイトのなんかレビューとか見るとなんかそれがもうちょっと怖いみたいな書いてあったし、ちょっとねどうなんだろうね。僕もね詳しく調べてないんで、うん、何も何とも言えないんですけどもね。いやでも視力が回復したらそれはもう生活変わりますよ。本当世界が変わりますって。うん、はい。まあちょっとね値段も高いですしね、今は考え中ってことですね、僕はね、うん、僕はそれよりはな、鼻が骨折してるんでそこを直さないといけないんですけどねいや左上のおじさん誰って書いてあるこれシャープ27のサムネイルで、左上にですね、カマラさんの写真があるんですけれども、それうちの、ウーム株式会社の社長のカマラ和樹さんというねうちの社長です。はい。でも鎌田さんもさ、ツイッター10万以上フォロワーいるよね。もうちょっと怖いっすいや普通のさ、いや普通の社長ってそもそもツイッターとか多分やんないだろうし、いや僕の勝手な偏見ですけれどもね、そんなフォロワー数いないよって社長がフォロワー数10万で、僕が演者ですよ、演者で16万、あんま差はないよ。言うてこう YouTube やっててもおかしくないぐらいの数字よ、この10万フォロワーっていうのはそれぐらい結構クリエイターと同等の顔の広さはありますよね、鎌田さんね。いやこれを機にね本当に覚えてください。もう僕より全然覚えてください、鎌田社長は。はい、って感じで、はい、まあ、ツイッターもね、されてるんで、フォローしてください、よろしくお願いします。うん、はい、ってことでこんな感じでですね、続いてペンネーム付きのコメントを読んでいきたいと思います。はい、ペンネームバナナさん、質問、ボンボン学園の青鬼寸劇の続きっていつ上がりますか。答えてあーだよね、やっぱね、そうだよね、そうなるよね。うん、なんだろうな、青鬼寸劇のパート3、
僕が脚本して僕がこう監督になって、スリー作りますよみたいな話をねこう動画でしたんですけれども、ごめんなさい作れませんでした、いろんな事情がありまして作れなかったというところですね。こうなんだろうな、いや本当ならね、本当ならこの、今年の3月4月に当てて出そうかっていう話もね、してたんですけれども、やっぱり、ね、こういう状況になってしまいまして撮影できずっていうところで、いや本当にしょうがないって思っていただければちょっと幸いなんですけれども、いつかねこう作りたいとは思っています。パワーアップしてね、はい、って感じでよろしくお願いします。質問、ボンボン TV のメンバーよくパソコン YouTuber なら当たり前かも、を触っていますが、編集サムネイルなどなど誰がどんなことをやってるのかを知りたいです。やってほしい企画、首ドッキリのような、かなり大きめのドッキリが見たいです。編集はまあやっぱ演者も全然やってますし、サムネイルとかに関してはやっぱりグッピンさんとかが作るのがうまいんで、こうグッピンさんがね、なんていうかね、総司令官といいますか、そのサムネのね、まあ個人個人で作るんですけれども、最終的にこうグッピンさんに見せてそれが良ければ、サムネイル決定になるみたいな。でちょっと違うなってなったらこうグッピンさんが修正して出す。基本的にこうサムネイルはグッピンさんがなんかいろいろやってくれてますね。まあもちろん自分が考えた企画であったりとか自分が編集したものに関しては自分でサムネイル作るみたいな、感じでやってますね。はい。ペネームブルちゃん、質問、好きな洋画は何ですか、何かおすすめはありますか。なるほど、アベンジャーズ僕はこう好きな映画何ですかって言ったらもうアベンジャーズって答えますね。アベンジャーズもそうなんですけれどもね、アベンジャーに出てくるこう、キャプテンアメリカとかマイティーソーとかアイアンマンとか、まあ、いろんなねヒーローたちがいるんですけれども、こうアベンジャーズをまず第1弾見て、まあ、第1弾でも第2弾でも第3弾でも全部こう見ていただいてもいいんですけれども、こうアベンジャーズを見た後にこう個々の、ね、ヒーローの、ストーリーを、追ってみると、面白いと思います。逆でもいいです。キャプテンアメリカシリーズを全部見て、アイアンマンシリーズ全部見て、アベンジャーズにドーン行くみたいな感じも全然いいんですけれども、やっぱねこうめちゃめちゃ面白いです。そのキャラクターの背景とかも、分かってて、面白いですし、なんかやっぱヒーローが集結するってだけでこうワクワクするしみたいなところで、僕はもう大好きですね。はい、ぜひ見てください。はい、やってほしい企画、よっちの1週間コーデ、なるほど、俺の1週間コーデか、なんだろうな、どうだろうな、1週間コーデ、僕はこう服にセンスがあるってわけじゃないですし、どうだろうな、でも最近はゆるっとした服装が好きだな。なんか面白い T シャツとかおしゃれな T シャツ集めてますけど、それを紹介しましょうかじゃあまあちょっとね、またこれもね企画ミーティングでね話し合ってですね、こうボツになったらね、こうまあ動画になってなかったらボツっていうことでこう認識いただければと思います。はい。ペンネームいちごちゃん、前にお風呂に入っていたらお父さんが入ってこようとしてきました。これだけは本当に嫌なのでやめさせる方法はありますか。いやこれはさ、こう正直に言った方がいいんじゃない。私は性格が弱気で欲しいものがあってもなかなか言えなかったり、順番決めの時も2人で決める時は譲ってしまう時があります。なのでもっと強気になれる方法はありますか。なるほど。まあ、風呂に入ってこようとするお父さんに関してはもう本当にこうやめて、本当に嫌なのみたいなことを言うしかないよね。やっぱお父さんもさ、やっぱ可愛い娘だからさ、こう一緒にお風呂に入ろうよとかって言ってくるかもしれないし、やっぱちっちゃい頃から多分入ってるっていうのも、あるし、やっぱ一緒になんか、やっぱお父さんはね本当に娘はずっと大きくなると娘だから、でもやっぱそこでね、やっぱこう本当に嫌なんですってことを言えば、入ってこなくなるんじゃないかな。あと鍵閉めるとかさ、風呂に鍵あるか分かんないけど、はい、ってところでこうやめさせる方法はそれですね。なるほど、譲ってしまうっていうことに関しては、いちごちゃんはこう強気になりたいのかな、強く生きたいのかな。まあそれはね、絶対自分で
行かないといけない、絶対自分から行かないといけないっていうのは、ね、ないと思ってるから、うん、僕の場合はもうこの年だから、やっぱこう立場もね上なんでね、僕が決めないといつまでたってもこう方向が決まらない時があるんで、僕から決めることはもう多々あるんですけれども、関係値によりますね。この2人になった時に決められないっていうのは、こう親しい関係だったら全然私はこう思うみたいなのをバンって言っていいと思うんですよね。ただこう初対面の人とかさ、ちょっとあんまり仲良くない人の前だったらちょっと譲り合いはした方がいいと思うんですけれども、なんかやっぱ仲のいい友達とかだったら別に譲り合うのはやらなくていいんじゃないかなと思いますね。まあ、やってほしい企画、ボンボンメンバーの1週間後でみんな好きなんだ。あとフィッシャーズとのコラボ、最後に、私はヨッチラジオめちゃめちゃ大好きなので今週も楽しみにしてました。ヨッチが学校の先生だったら学校側すごく楽しいだろうな。今回もすごく良かったです。採用してくれると嬉しいです。採用しました。次のヨッチラジオも楽しみにしてますと。学校に関してはそうだね、なんかウームがこう高校を作るみたいな、ことも言ってますけれどもね、なんかそこでなんか僕も先生として出られたら面白いかなとも思ってるんですけれどもね。うん、九司。おお。おお。広司。え？バンバン喋ってたよ今俺。バンバン喋ってて扉を開けてきました広司が。はい。ということで、はい、自粛も明けたということでね、今、スタッフのヒロシという男が入ってきたんですけれどもね、バンバン僕喋ってるので全然普通に扉開けてきましたあいつ、はい、っていうところで、まあ、ヒロシともねこうなんかいつかねラジオやりたいなと思ってるんで、はい、よろしくお願いしますということで、はい、ね、どこまで話したっけ、あとなウームがさこう学校を開きますということで、皆さんも知ってると思うんですけれどもね、そこでさこう僕も先生としてさ、なんか出れたらいいなと思ってますね、うん、なんか普通の学校の、先生は僕嫌だけど、こうなんか YouTube の学校の先生だったらやりたいなと思ってますね、うん、大変結構興味あるんで、はい、というところで採用したんでね、また次回も、コメントください。はい、よろしくお願いします。ペンネームしめじさん、私は動物が好きでハムスターやハリネズミも大好きです。友達にネズミも悪いことするけど見た目は可愛いよねって言ったら、ネズミは気持ち悪くないって言われました。ヨッチさんはネズミが可愛いと思いますか。あー、なるほどね、なるほどね。まあ苦手な人はいるよね、ネズミ。それで言うと僕ネズミはね気持ち悪いと思わないんですよね、うん、いや本当にどうだろう、そのハムスターとかハリネズミと一緒な感じで思っちゃいます。ただね、こうネズミの悪い印象っていうのはこうなんか住処がさ、やっぱなんか道路とかさ、こう住むところだと思うよ。うん、なんかゴキブリもそうじゃんね。ゴキブリもさ、なんか別に山とかにいたら全然普通だけどさ、あれってさ、こうなんかやっぱなんか街のさ、なんか汚いところにいるイメージだからみんなゴキブリ嫌いなんだろうと思うけどさ、ネズミも一緒なんだよ、かわいそうだよね。こうネズミもなんか汚いところにいるイメージだからみんな苦手、気持ち悪いって思うかもしれないけど、顔全然可愛いからね、全然だからハリネズミと一緒なような顔をしてますよ。はい、っていうところで僕はネズミは別に気持ち悪いと思わないです。はい、多分出てきたらびっくりするけど、うん、全然気持ち悪いとは思わないですよ。はい、はい、ってところでね、ごめんなさい、ちょっとねスタッフがいろいろ結構もう出勤してきてるんで、そろそろお時間ということでね、よろしくお願いします。今回ちょっとごめんね、ちょっと早いかもしれないですけど、また次回ということでよろしくお願いいたします。また、たくさんのコメントお待ちしておりますのでよろしくお願いします。はい、ということで、よっちラジオ、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回のよっちラジオでお会いしましょう。またね。